ユビアです。が今はね、昭和デートか。トランクも綺麗。綺麗です。もう一点はついた。おお、するする。ぴょんぴょん丸。他にないならここに来い。車選びドットコム。皆さんこんにちは。本日の車選びドットコムは新幹線と車を使って3時間以上。結構かかりましたね、東京。何なんだここは一体。ここはワンダー。ワンダー。これ見りゃ分かるよ。そうですね。ここはどこ、私は誰よ。三重県。お前知ったかぶったこと言ってんじゃねえ。本当に。まあね、三重県でこうね、あの珍しい車があるということなんで、三重県にしかないわけ。三重県にしかね、どうやらないらしいんですよ。あ、そう。で乗りに来たんですけれど、ワンダーさんのね、はい、車をこう借り、はい、お借りして乗ろうと思ったんですけど、はい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 、ナイス。ない。まずいね。困ったね。お前が盗んだんだろう。バレた。ないんですよ。じゃあしょうがないんで、それはサーキットだよ。ネハンスポーツランドっていうねコースがあるらしいので、近くに。まあ分散化していってもいいけどね。分散。どっちに行くかですね。じゃあちょっと近い方にしときますかね。じゃあ魔法をかけちゃうぞ。ネハンに行こう。行きましょう。せーの、ドン。ということで。ということで、これは日産ガゼールかな。これはあ、いいところついてきましたね。ガゼール。ザゼールって車ありましたが、これはシルビアです。シルビアか。シルさんのシルビアって言ったらやっぱ S13 のイメージじゃん。1313ですよね、うん、でこれは S12 って言って13の一つ前の世代なんですよね。これはさ、うん、星野さんがスーパーシルエットに乗ってた。確かに確かに乗ってましたね。日ラのね、日本ラジエーターのあの白に黄色いね、そうそう、なんかね、が入って、あの千葉城みたいなエアロで、エアロる、あの時ね、スーパーシルエット良かったですね。スカイライン RS もかっこよかったし、そうそうそう、まあそう、それで使ってました。ただね、あの車なんか見た目は S12 なんだけど、中身はその前の世代の110らしいんですけど、嘘、あ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、そう、らしいです。どうやら僕も最近知ったんですけど、まあそれは置いときまして。うん、これですよ。 S12 シルビア。車選び .com。 車選び .com。 中古車なら車選び .com。 車選び .com でいい車を探そう。これがだからベースになってたわけでしょ、スーパーシルエットの。違うんです。側はあれは側はこれなんですけど、中身は1個前の世代のやつだったらしいです。そうそうそう。へえ。じゃあボディ剛性なんか全くないじゃん。そう、まあまあ中のタイプフェーンですから。うん。まあそうですね。で、これ S12 ね、はい、S15 は大ヒットして、もう月に1万台ぐらい売れたんですけど。うん、月1万台シルビアって売れた。これは？これはですね、なんと1983年から88年、まあ、5年弱作ってて、はい、日本で3万台弱しか売れませんでした。人気ないんだ。あららそうです。一言で言ってしまえば不人気車です。あ、そう、かっこいいじゃん。そう、でも情報全部隠れてますよ。情報何も隠れてる。なんで売れないんだろうね。当時は多分セリカの方が流行ってたんじゃないですかね。あ、セリカはバカ売れしてた。そう、セリカがあり、プレリュードがあり、まあ、デートカーですね。でセリカプレリュードがあって、やっぱりシルビアはパッとしなかった。日産のねデートカーはダメでしたね。レパードもダメでしたし。ああそうだよね。売れなかった。ソアラに比べて全然売れなかったし、うん、ちょっと日産はねデートカーがいまいちだったんですけど、でもそんなねセリカとかプレリュードとはこの車は全然違うところがあるんです。五輪駆動。ああなるほどね。セリカも五輪駆動だよ。でもこの時は多分もう ST の165かな、うん、流面系くらいの世代だったと思うんですけど。あーそうか、 FF になってたんですよね、このライバルの時は。なので後輪駆動なので走りには、だって83年からでしょ。83年ですね。そう考えると86売れるわけだよ、うん、86も83年。お、そうですね。すごいライバルがいっぱいいたんだな、うん、これは2リッターだもんね。これはですね、そう、エンジンが2通りあって、1つがFJ エンジンって言って、スカイライン RS なんかに積んでた、うん、FJ20、うん、それが2リッターで出てました、うん、でこの車はですね 1.8 で、 1.8 はですね CA 型なんですよ。ちょっと見てみよう。はい、CA か。 CA なかなか見ないわ、
あのね、ちなみにね、FJ だとここにね、バルジがついてるんですよ。ボンネットが膨らんでるんですよ。あ、そう。でも C、ほら、土屋さんも見慣れた CA エンジンがね。はい、はいはいはい。で、この車は87年式で、うん、で、後期型に CA18DT、だからツインカム化された CA が積んで、うん、DT なんで、まあ S13 に乗ってたのと基本的に一緒ですね。だから俺の記憶の中では、ええ、これ、このシルビアよりも86の方が早かった気がする。へぇ、どうなんでしょう、僕はちょっと当時よくわからないんですけど、ただパワーはこっちの方が間違いなくあるので。いや、あるんだけど、はいはい、重いの。重いかもしれないですね。86に比べると重いんで。これね、エンジンが、まあ、グロス160馬力 で、うん、で車重が1180キロですね、うんうん、で今から見ると1180キロ軽いんですけど、で軽いんですけど、まあ、86よりはね、86より100キロ重い、うん、100キロ。だから峠に来た時にはこっちの方が車は高いんだよ、86より。86の新車って150万円ぐらいなの、はいはい、だけどこれは峠に来た時に走らないで見てるやつら、あ、いやもう86の方が全然速いだけど、こうやっぱり不人気だったけど、今はやっぱこう人気が上がってるわけ。今はね、で今の価値観で見たら、ね、1180キロって軽いし、うん、でまあ、160馬力の CA エンジンも、まあ、うん、そこそこのパワーですからね。そう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 、トルクがね、やっぱり86に比べてあるから、ドリフトもしやすいし。そう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 、そうですね、未接近みたいな車だったんですね、うん、まあ、だからデートカーよ。未接近って何？見せる筋肉、使う筋肉。ああ、なるほどね。丘サーファーみたいなもんだ。うんうんうん。あ、なんか、はい、いたの？なるほどね。そう。で、まあ、低い。とにかくボンネットが低い。ノーズが低い。実はね、当時、プレリュードがめちゃめちゃボンネットが低かったんですけど、やっぱりね、なんとなくボンネットが低い方が偉いっていう風潮が、当時あったみたいです、デートカーは。いや、プレリュードはバカ売れしたよ。そう、バカ売れしましたね。で、ヘッドライトがない。全部隠れてる。まあこの時代はさ、うん、こういうね、パカパカが流行ってた。パカパカちょっとね、やってみましょうね。土屋さんの86もそうだよ、パカパカ。はい、レイジいきますよ。パカパカ、おい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 、あ、当時はね、こうリトラクラダブルヘッドライトはね、すごいガンダムみたい。だからリトラはホンダもトヨタも日産もやった、みんなやってましたね。だってコンパクトカーもね、カローラ2とかね、ついてるのがありましたぐらいですかね、うん、あとフォグランプもつきます。おい、動いた、ね、いいじゃん。すごい、この日産純正のフォグランプが今ちゃんと動くっていうのがすごい。動くっていうのがすごいんですよ、うん、お、ハロゲンって書いてある。動くっていうのがすごい。これすごい、うん、これは貴重だ。もうこう、さっきちょっとふと思ったんですけど、白のボディカラーでこのグレーと赤って、うん、なんとなく今のニスモのね、お、あの市販のね、ニスモロードカーのね、うん、雰囲気ですね。これ偶然だ、ただの偶然だと思いますけど、でなるほどね。ボディはこれね、スリードアハッチバックとツードアクーペがあって、はい、今日はクーペですね。ツードアハッチドアの方が、うん、やっぱ人気があったよ。こうここでストンと落ちちゃうとさ、そう、うん、そう、こういう僕もそんな気がします。ね、で、あのハッチバックの方がよく見かけたような気がするんですけど、だからやっぱそのレースでさ、うん、ハッチバックがスーパーシルエットになってたから。あ、そうですね、はいはい、だからこれ不人気だったと思うよ。そうなんだ。で、車高いい感じで落ちてますね。これも落ちてるね。オリジナルの、あのパンダさんのオリジナル車高調が入ってて、おで今ちょっと固めの味付けなんですけど、あのお客様ぴょんぴょん、そうですね、結構固めって言ってましたね。でお客様が、あの希望するなら快適な仕様の車高調を作ってお渡ししますって言ってました、うん、はい、そういうのも相談できるんですね。そう、そういうのも相談に乗ってくれる。いや、室内も綺麗。室内ね、お、室内綺麗。昭和ですね、昭和デートカーですね。いや、室内綺麗。これね、あの僕さっき座ってびっくりしたんですけど、着座位置が低くないですか、当時の市販車って、うん、低いっちゃ低い、ね、低いですよね、うん、うん、あ、でもやっぱ綺麗に整理整頓されてる、こうメーターも、うん、見やすいし、すごい、そう、すごく見やすい。この辺もなんか当時のままだよ、これ。そう、これ見てください、オーディオもノーマルですよ、うん、すごいですね、ね、すごい。そう、まだあのディーンサイズとかになる前で、日産オリジナルの寸法ですよね、これね、と思うよ。うん、へえ、そうなんだ、面白い、うん、オートエアコンは当然ない。それはないよな。いいですね。それはないわな。はい、灰皿あり。うん。なんかもう見やすい、見やすい、情報がめっちゃあるって感じで。
あとほら、あ、操作性がいいよ、うん、いいですね、うん、操作性ほんといい。この車やっぱ前のオーナーさんがノーマル志向だったみたいで、うん、全然いじってるところない、まあ、ミラーがね、うん、ついてるぐらいなんですけど、面白いのはちょっとその運転席インパネルの右端に、うん、ウルトラの何かがついてますよね。ウルトラ長い遺伝子の、これターボタイマー、ああ、ターボタイマーいいですね。ターボタイマーって何ですか。もうすぐエンジンを切らない、この熱で。昔はそう、あのターボを冷やさなきゃ、あの寿命が壊れるって言って、そうそう、みんなこう走り終わったら次エンジンを切らないで、うん、ちょっとアイドリングしてる、ね、ターボ車乗ってる人はそう。だけどそれを自動でやってくれる、もうエンジン切ってこうドアロックしても、エンジンかけたままでしばらくすると切れるようになる。うわ、いいですね、ターボタイマー。今の時代だと何それみたいな。そうですね、もうあのそんなことじゃ今時の車壊れないので、すぐエンジン切っても、そう。なるほどな。あとはもうね、なんかね、アンテナがね、こう、ああ、そっか、電動アンテナは、何アンテナって、アンテナ、電動アンテナ、ラジオ、ラジオ聞くのに、とイグニッション入れてみますか。イグニッション入れて、これも押すと、なあ、ちょっと後ろ後ろ、やつが伸びるの。そう、伸びた、動く、電動アンテナ、ちゃんと動く、やば、動く、うん、すごいじゃん、ちゃんと動く、うん、ええー、あ、すごいすごい、え、なんか全部新品みたい、ああ、ちゃんと動くし、うん、すごくないですか、うんね、これはちゃんと整備されてる、そうですね、うん、ちゃんと整備されてますね、へえ、いや、綺麗だ、室内綺麗、この、え、マッキーみたい、マッキーのキャップみたいな、マッキーのキャップね、うん、ああ、そんな感じだ、え、じゃあ奈々ちゃん後ろにも乗ってみる、せっかくだから、あ、乗りたいです、後ろね、昔はでもこの車でみんなで出かけたんだよ、大学生とかが、そっち乗ってみよう、土屋さんの後ろに乗ってみよう、うん、あ、でも乗れるっちゃ乗れるな、乗れるけど、あの8、今の86とかよりは全然まだ、でも8個身長だと厳しいね、さすがに、ね、そうですね、頭がね、ガンガンします、86より狭い、いや、86の方が狭いっす、あ、そう、こっちの方が快適、こっちの方が広いんだね、ここの空間がある、あ、この空間がクッて詰まってないから快適なのと、あと窓がちゃんとしっかりある、全然大丈夫ですよ、すごくない、この、なるほど、すごいぜ、よいしょ、はい、うん、広い、思ったより広い、広いですね、これね、失礼します、全然広いよ、いや、これトランクも綺麗、めっちゃ綺麗、失礼します、うん、めっちゃ綺麗だよ、こういうさ、裏もちゃんと磨いてある。えらいですね。えらいね。綺麗にしてありますね。綺麗です。いいんじゃないのこれ、8個2体。8個2体です。うん、全然いけちゃうじゃん。余裕です。いけるいけるよ。いい感じですね。シルビアよきよき。よし、乗ってみよう。はい、行きましょう。はい。車選び .com アンバサダー土屋健一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね。これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐわかる車選び .com お願いします。さあ、日産シルビア S12 あ、重い重い俺初めて乗るかも、この車ですよね、もうあんまイメージないですもん、S12、人生初かも。あ、 S13 はね、もう相当乗ったでしょうけど、そう、13、14、15はね、12は人生初かもしれない。初だよ、初。うわ、ここに来て土屋さんの初をいただきました。そうですね、星野和義だよ。そう、そう、気分はね、うん、スーパーシルエットで。そう。星野和義だよ。まあ、CA18DT エンジンで、うん、まあ、グロス160馬力。で、21.5 キロトルク。はいですね。シルキータッチって感じ。うん。まあ、S13 のちょっとあの空気を感じるか感じないか。いや、軽いわ、軽い、軽い、うん、なんかしっとり系な気がします。おお、ビョンビョン丸エコタイヤ、こっちの方がなんかしなやかだな、うん、あ、なるほど、湿度高めっぽい感じ、しっとり、しっとり系な、うん、こっちの方がしっとり系、うん、こう、 なんだろう、デートカーなのに、うん、シートの生地とかがちょっとあの、なんて言うんだろうな、キャバクラのソファーみたいな、キャバクラのソファー、そんな感じだ、キャバクラのソファーっ
ってこういう感じなんですね。あ、こんな感じだよ。そうですね。これに乗れば皆さんもキャバクラのソファーの感じがわかります。こんな感じだ。あ、いい、ラグジュアリー。ラグジュアリーですね。面白い。ラグジュアリーだよ。しっとり感すごいわ。あ、よきよき。まあ、基本的にはね、あのまだそんなね、走りが、日産の走りが洗練されるよりも前の時代なので、うん、ハンドリングがすごくいいっていうのはないと思うんですけど、ね、ないないない、うん、ないないない。お、お目目が開いた、うん、ライト開けると車幅感覚が分かりやすいですね、うん、そうそうそう、ね、あ、それはありがたいですね、うん、みたいな。あ、偉くねえっつの今。そう、今大問題です。寝てない自慢が。そうそう、今全然偉くねえし。まあでも世の中に活気があった時代ですね。そうそうそう、それほどまでに頑張る、うん、頑張れる、うん、頑張ろうとする社会だったのかもしれない。そうそうそう、ほんとそう。あー、よかったな、車。ありがとうございます。いや、面白い面白い、ほんと面白い。シルビアです。なかなか面白いぞ。他にないならここに来い、車選び .com。土屋さん、いかがでしたよ、このレア車は。いや、もう気分は星野和義で。おー、ビビッ。まあ、だけどさ、車重が1150キロだから、1.8 でもバーがないとは思わない。うん、もうだ、ね、そう、S13 だってね、うん、このエンジンで十分ね、うん、パワーあるって当時はみんな思ったわけですから。そうそうそう、だってさ、最初13出た時 1.8 だからね。1.8、そう、これと同じエンジンでね、うん、ちょっとまあこれより10馬力、15馬力ぐらいは上がってるけどね。まあ、とはいえ基本一緒ですからね。そうそうそう、このぐらいで当時はもう、すごいパワーあるって感じです。うん、今乗ったってね、あ、パワーないなって感じじゃないですもんね。うんうんうん、だけど普通にさ、シートなんかちょっと高級なキャバクラだよ。そうなんですよ、当時はやっぱね、あのバブルに向かってね、日本がどん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 景気が良くなっていった時代なので、うん、ゴージャスゴージャスをね、みんな求めてたんですね、うん、どうだよ。いや、でも楽しかったよ、しっとり系シルビアちゃん、しっとり系でした、ね、イケイケでした、うん、このまままっすぐ突き進んでいきたいって感じの車。多分当時はこれの新車で乗ってたらモテたんでしょうね、男の人はね。だけど売れなかったわけじゃん。売れなかった。そうそう。まあ、まあ、いいです。その話はやめましょう。売れなかったけど、からこそ今貴重ということで。
今が、うん、今が旬なんだよ、こういう売れなかった車。売れなかったね。33GTR もそうだけど、そうですね。売れなかったがゆえに台数が少ないから今人気なの。そうね、はい。どの車にも旬はいつか来る。そういうこと。はい。ね、ということで、お店戻りましょう。店戻ろうぜ。はい。それでは、せーの。ほい。わあ、うわ。来ました。人が増えてる。増えている。どちらさんですか。はい、私、ワンダーの代表の山際です。山際さん、はい、そしてあまり車に詳しくない車屋です。一緒にやってらっしゃるんですね。はい、そうですね。あ、我々ワンダーさんのことをあまり知らないままサーキット行っちゃったんですけど、遠くまでありがとうございます。ワンダーさんって何してらっしゃるんですか。結構いろいろやってるんですけど、こういったあの旧車の中古車、そしてレストア、はい、それからあちらのレクサス RC のエアロもうちのなんですよ。オリジナル。オリジナルです。すごい。メインは何なんですか。メインは中古車です。旧車。はい、旧車、中古車ですね、うん、ほぼ世の中に存在しないような車ばっかりありますけどね。そうですね僕の趣味で。めちゃめちゃ乗り心地良かったですもんね。すごいなんか丁寧になってた、うん、で一般のお客様の向けたこう普通の車も売ってたりとか、はいね、一般的なその車検メンテとかもなさってて幅広くやってらっしゃるんですね。はい、あ、そうですね。地元のお客様には板金塗装とか車検とか、はい、もさせてもらってます。そうなんで、一般のお客様からもうこういうマニアまで幅広くなさってると、はい、いろいろやってます。はい、いやー楽しかったですね。いや僕も土屋さんに乗っていただいて本当に嬉しいですね。まさかまさかの土屋さんなんで。いやだけど、はい、今回乗った車たちは、はい、みんなボロじゃないんだよね。ああ、ありがたいです、うん、ちゃんとしててびっくりした。めちゃめちゃちゃんとしてましたね。なんかもっとボロかなと思ったら、なんかこう、うん、うにゃうにゃしてるとかさ、ステアリングセンターがないとかさ、うんうんうん、そういう車いっぱいあるわけよ。はいはいはい。別にバンドンってことは言ってないよ。あのそういう車多い中で、ここの車たちはすげえちゃんとしてる、うん、そこもちゃんとね、うん、こだわりがあって仕上げてるんですよね。そうですね。中古車も、まあトラブルはまあつきものなんですけど、なるべく、まあ、ないように納車後も、うん、だからしっかりメンテしてお客様に渡す前に、はい、そうですね、しっかり走れるように万全のメンテをして、こういう旧車もそうですね渡ししてると。はい、はい、だっていい加減な中古車やってさ、外観だけ綺麗にするんだよ。まあそういうところもあるみたいですね。だからですね、エンジンルームとかさ、トランクとか開けると、うん、こうサビとかね、はい、いっぱいあったりさ、でここのはさ、どこを開けても綺麗なんだよ。綺麗に仕上げてますよね、うん、だから多分 A 型だね、はい、僕、あ、O 型です。こだわりの O ですか。一緒一緒。おい、あららら、おい、俺は几帳面だから A だと思ってて。 O は大雑把じゃん。大雑把は大雑把だけど、こだわるとこにこだわるのが O 型です。O 型でこだわってる人間見たことねえよ。私と一緒。あ、そうかい、そうかい。まあだけどさ、はい、本当に俺は車見るときに結構こう剥がしたりするの、どこも全部綺麗、はい、でサーキット走ったときに一番びっくりしたのが、この年代ってステアリングセンターがしっかりしてない、ふにゃふにゃしてる。そうです ね、ありますよね。バンドのところとは言ってないよ。そういうのが多いの本当に、はい、ステアリングセンター嫌だな、ブレーキもなんか、あ、なんか沈むの嫌だな、そういうのがないね、うん、ちょっとびっくり。きっちりしね、なさってこんな三重の山奥まで来てよかったよ。本当に。なんか全国各地からいらっしゃるらしいですよ、ここ目当てに、ね、この車目当てに。車選びさんとかでインターネットに掲載してるんで、うん、それ見てくださって、はい、一番遠いとこってどっから来るの。長野県とか言わないでよ。いやでもそれこそ本当に上は北海道から下は沖縄まで来るんだ。じゃあ皆さんもね、ぜひね、一度ネットで気になる車があったら、ぜひ足を運んで、美味しい料理もありますから、周りにいろいろ。どこにあんだよ。いろいろいっぱいありますから、もう。三重県はね、うん、美味しいものいっぱいある。牛とかもね、そう、松坂牛も。はい、そうですね。はい、ね、とか。あ、松坂牛ね。焼肉屋さん、美味しい焼肉屋さん。食べたね。ありますから。はい。うまいね。はい。ということで、いや、ちょっとびっくりした、本当に。うん、言い方悪いけど、こんな田舎にこんないい車があるとは知らなかった。あらら。いや、普通は本当に見てくれだけいいの、うん、みんなこの年代って。だけど中がちゃんとしてる。危なげなかったですね、まず。危なげない、危なげない、全然ない、はい、これはね、こう一見の価値ありですよ。三重まで見に来てください。ワンダーさんです。それではよかったらいいね押してください。登録もお願いします。バイバイ。バイバーイ、ワンダー。
女だな。